はい。昼間捕まえたヒミハブ。口の中が、にだいぶ泥が入ったんで、泥を洗ってから、わかりますか牙が、こう横にすれば、ちょっと、ああ、ちょっと死後降着始まってるんで、わかりにくいですね。で、牙をなんか立てると、その横、あ、その下に、あの、服がていって、別の、あの、 三重にありましたね。だから、牙をなんか、一番上の牙を折っても、また毒、あの、毒のある牙がいるので、牙を取っとかれていて安全ではないみたいです。ただ、ひ、あの、姫ハブは、あの、噛んでも毒を注入しないことがあるので、噛まれても、あの無毒の蛇だっていう人もいるぐらいですね。ただ、こう、上から見て、ちょっと、なんか頭の三角部分がハブよりもより三角しているので、ちょっと特徴的ですね。 まあ、生け捕りしたかったんですけどね。